こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。パラダイスクリーン、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。フライトライツ、前に行きそうです。パラダイスクリーン、それに続いています。さらには進行ラブリー、11番ファストネス、その後ろ。それでは先頭から、先手を取ったのはパラダイスクリーン、赤の帽子。フライトライツ、その後ろ。これに続くのがポシブリーパーフェクト、並んで9番アイシーウェルズ。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。それでは先頭から、先手を取ったのはパラダイスクリーン、すぐ隣にフライトライツ、アイシーウェルズ、それに続きます進行ラブリー、後位をキープ。すぐ後ろにファストネス、並んで8番ステージブルーム、内からはレギュラーエリザベス、その外からレジェンドファッション、並んで6番ステイメドウ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでポシブリーパーフェクト先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。パラダイスクリーン、ポシブリーパーフェクト2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。パラダイスクリーク先頭、あと 200m、 パラダイスクリーク先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。進行ラブリー迫る。パラダイスクリーク、パラダイスクリーク1着、2着にはどうやら進行ラブリー。勝ったのはパラダイスクリーク、見事な勝利です。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。グランパズスマイル、前に行きそうです。プリンセスヒッター、それに続いています。さらにはドロッポサンダー、8番ハートオブカラー、その後ろ。先頭に戻りましょう。先頭はなんとなんとドロッポサンダー、場内も大歓声。その隣にプリンセスヒッター、向こう上面に入っていきました。前に戻りましょう。なんと先頭はドロッポサンダー、これには場内からも歓声が上がります。ハートオブカラー、すぐ後ろ。その隣にプリンセスヒッター。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前に戻りましょう。なんとなんと先頭はドロッポサンダー、これには場内もどよめいています。前はトロットサンダー、トロットサンダー、後続を引き離す。2番手はグランパズスマイル、ハートオブカラー、3番手。さあトロットサンダー、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。トロットサンダー先頭、これは強い。2番手はハートオブカラー、トロットサンダー、この馬で決まりか。トロットサンダー独走、トロットサンダーぶっちぎりです。トロットサンダー1着、2着はミラクルキャッシュ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わった西のフラワー、残り 200m、 後続を引き離す。西のフラワー足色は衰えません。2番手はブラウンシティ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。西のフラワー1着、2着はアメリカンベーブ、これが最強女王だ。西のフラワー。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはイージートップ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はオグリローマン、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭はオグリローマン、イージートップ必死に追いすがります。オグリローマン先頭、シアマゾン迫る、大外から一気にシアマゾン、オグリローマン、オグリローマン1着、2着にはどうやらシアマゾン、オグリローマン、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は桜ローレル、残り 200m、 先頭は桜ローレル、ハイキブリザード必死に追いすがります。ハイキブリザード追いすがります。桜ローレルゴールイン、桜ローレル1着、2着はハイキブリザード、桜ローレル見事な勝利です。Thank you.